どうも、シュウタです。さあ、今回なんですけれども、まあ、先日ですね、配信でまた1800復帰したとこなんですけど、まあ、配信外でレート上げしてたら、また沼っちゃって、今現在のレートはですね、1753ということで、まあ、一時1850、60、70ぐらいまで行ったこと考えたら、まあ、120ぐらい落ちてんのかな。まあ、もう沼というよりも、もう自分の実力をね、疑わないといけないレベルまでなってきたんですが、まあ、僕もやっぱ頑張って1900、とりあえず去年行った1900はまず行きたいと。まあ、そこからじゃないと、まずは2000なんて狙えないんで、まあ、まず今自分の弱さ、守備が弱いっていうことを考え、まあ、そこがちょっと分かってきた気がするので、今回はこのフォーメーションでいこうかなと思います。はい、5バックです。いや、僕はですね、もう5バックは絶対に使わんと心に決めてたわけなんですけど、もうどうしても守備が安定しないということで、まあ、ちょっと名前の可愛いトム・ペロー監督を使ってきます。まあ、オフェンシブ戦術はポゼッションなんでそんな強くないと思うので、僕はディフェンシブ戦術でやってますね。まあ、ポゼッション以外は何も変わらないんですが、カウンターロングパス中央、フォーメーション重視、リトリート中央アグレッシブで、サポート距離が10、ディフェンスラインの高さが4、コンパクトネスが8となってますね。まあ、本当にジャン・ダニエル・スパーク監督とかと戦術と数値は全く一緒で、まあ、2OMF を受けるわけなんですが、まあ、流行ってるのはやっぱリンフットとかブリンクマンとか、まあ、割と前からどん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 5バックでプレスをかけていって奪っていくっていうのが流行ってると思うんですが、リトリートして中央ガチガチに固めたらもう相手太刀打ちできないんじゃねと思って、そう考えた時にこの監督いいなと思ったんですよね。まあ、たまたま獲得できて、まあ、見てみたら強かったっていうだけなんですけど、まあ、実はオンラインもう2試合ぐらいやりました。まあ、割と1700前半の人と1680ぐらいの人と当たったんですけど、見事どっちの試合も普通に勝てたんですよね。まあ、リンフットとかだとここが OMF の位置で、2枚がもうちょっと低い DMF とかもできる位置っていう感じなんですけど、やっぱ3枚で攻撃するのってぶっちゃけ難しいじゃないですか。で、まあ、DMF2 枚のどっちかが上がってきてくれたりしたらいいんですけど、それだとまた攻めにくいというかね。だったらまあ 2OMF の方がいいんじゃないかと思って、まあ、今回この監督を使っていこうと思います。今日はですね、もう別に人選解説とか監督紹介っていうわけではなく、ただの僕のレート上げの動画です。まあ、レート1900度っていうわけじゃないですけど、まあ、レート3000度ですね、をやっていこうかなと思います。はい、じゃあ1試合目ですね、マッチングしましたということで、まあ、ちょっとジョーゴメス入れて、こんな感じでいいですかね。ワイスさんはこんな感じですね。はい、じゃあ対戦よろしくお願いします。まあ、5バック対決ではあるので、まあ、ちょっとどっちの方がね、真の強い5バックかちょっと見していきたい。まあ、多分リンフットとか、そのあたりじゃないかな。まあ、言ってもやっぱワイツさんのフォーメはね、攻撃にバリエーションを持たせにくいと僕は思ってるので、まあ、もちろんね、めちゃくちゃ強いから、まあ、多分ね、玄関球には適してる。やろ、オッケー、ドーイ！そんなゴールあるの？ねえ、そんなゴールってあるの？はい、こうかかか、ラッシュフォード。もう一回かか使って、ちょっとサイド使いつつ、カカ使うと見せかけて内入ると。で、はい、クライフ空いた。かわしたいけど拾えない。拾える、いや、これ拾う、これ拾う、これ拾う。はい、ナイス。クライフ、はい、ポルラン、ポルラン空いた、ポルラン、うん、ナイス。てか、まあ、あんなさっきのねゴールはもう仕方ないようなもんなんでね。やっぱコーナーとか4バック5バック関係なしにうめえ。まずこの辺も適当にセンターバックをまず出さないということですね。まあ、5バックで多分主にあの 2OMF じゃない、 1OMF、2CF の形なら主に 1-2 がね攻撃のメインとなってくるとは思うんで、もうその 1-2 さえしっかり警戒しておけば僕は守れるんじゃないかなと思ってます。っていうか、そうやって守ってきます。オッケー。まあ、5バック同士ね、いい対決してますね。いいですね。あんまやっぱ、センターフォワードのラッシュフォードとか持って守備はしない方がいいな。逆サイドのサイドバックとか持って、もう真ん中ガチガチに固めちゃうとか、すごくいいと思う。あんまりワイツさんも、あー、ちょっと待って、やばい、それは、あかんてー、危ない。そう、やっぱね、そんなにサイドから攻めることもないと思うんで、まあ、サイドバックが上がってきたらそれは知らないですけど、そんなに逆サイドのサイドバックとかね、いらないと思うんで、5バックで2トップの相手とかに対してはね。でも、こっちはワイドに幅を利かせた攻撃もできますよと。はい。で、ここ、真ん中抜けてきてるクライフを最後使いたかったけど、ちょっと無理か。惜しかったな。でも、ここサイドバック絞らせてきて、はい、2人で挟むと。ナイス。まあまあまあ、2-2 か。まあ、後半に期待っすね。よし、じゃあ後半勝っていくぞ。絶対勝つぞ。じゃあ、この辺出さない、出さない。でも、もうこの辺スルーパスとかは、もうさせとけばいいんで、5バックで使って、全然守備固められてない。そう、こういうパスはね、こういうパス絶対通らないんで、5バック相手には。逆にだから5バック使ってる人は
こういうとこ5バックいるからって適当にプレスいかないことっすよね。安心してプレスかけない、こういうとことかね。今お相手さん結構安心してプレスかけちゃってた感じがあるんで行かれちゃったというわけですね。中盤の選手とかはもうガン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 プレスいっていいと思うんですけど、まあやっぱね5枚いようがプレス指示しちゃうと穴はできちゃうんで、ワンツーで簡単に抜けちゃうんですよね。まあだからこそ5バックを使ってる時こそね、しっかりと意識してほしいなと思います。じゃあ香川さん入れて、ハーランド入れて、金入れて、こんな感じでいきましょうかね。でもその僕もネビル・フィッツヘルベルト監督、あの5バックの 3CF の監督使ってた時は適当に守備やっちゃってたんですよね。だからそこが本当良くなかったなと思って、まあ、最近はもう使ってなかったんですけど、やっぱ戦術がね、攻撃戦術がポゼッションなんでちょっと攻撃しにくいなと思って、もうねフォメはめちゃくちゃ強いんですけど最近は使えてないと。でもその時使ってた時はマジで守備が雑だったんで、まあ、そこはねちょっと今回5バック使うにあたっては意識しておきたいポイント。香川ナイス、いや惜しい。はいハーランド、あーちょ、いや金強、金強、うわー何今キーパーどこでセーブしたん。あやばい、終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう、いや終わっちゃう終わっちゃう、やめて、すいません。あーいやどうしても沼から抜け出せんのよな。まあでもねコーナーとかもあったんで、まあ仕方ないと、もう割り切りましょう。まあこんな感じでいこうかな。2試合目はお相手さんのスカットはこんな感じですね。よし、じゃあ2試合目対戦よろしくお願いします。さあ、いやもうそろそろマジで1900見える手に届くところあたりで配信したいんよな、まあ、動画にすんのもありないけど、いや配信でいきたいよね。いやナイス、まあ、やっぱ俺にできることはまず簡単なミスを減らすことと、ゴール前でのね、自分のゴール前でダメなパスをしないというところで、そっから何やろ、いやーラッシュ、あと攻撃の縦パスとかもちょっと雑になりすぎる傾向にあるかな、たまに。そこもちょっとしっかりと意識しながらやっていきたいね。さあフォルランキープ、ナイス、グライフちょっとため作りつつ、フォルランの上がり待って、フォルランパス、いやーぐそ、ちょっと行ってくれるかなと、通り過ぎてくれるかなと思ったんやけど無理やった。さあここはもうプレシジで OK でしょ。はい、でラッシュからこれはいけるかな、まあでも一応ターンして出しといた、 OK。 沼から抜け出さしてよ、もうお願いやって。はい OK、 はいこっちカバクから、お、これは開いたね、今のはちょっとおやじさん隙ができたね。さあこれちょっとパス出してもう終わりにしたいんやけど、はいホイラン、こっちかわしてコンカと、ナイスシュー。まあ、やっぱガチガチに守ってカウンターっていうのがほんと刺さりますよね。お相手さん結構ドリブルしてくる感じかなと思うんですけど、まあこれだけねディフェンスの枚数がいたらドリブルもなかなかできるスペースがないと思うんで、まあお相手さんにも相性いいかな。あーまあまあまあ前半終了ということで、まあ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 いい感じじゃないかな。いやーでも得点力がまだまだねちょっとアピールできてないな。ちょっとここでリフト入れて、ジョー・ゴメスを入れて、じゃあまあこんな感じでいきましょうかね。お相手さんのスカットはオーリンフットかな。はい、じゃあ対戦よろしくお願いします。さあ3試合目ですね。まあ多分これがラストになるかな。まあちょっとね1試合目の引き分けが響いて、レートはねまだちょっと1回勝ったのにもかかわらず下がっちゃってるんですけど、いやこれでちょっとプラスに戻せたらいいな。さあ、いやちょっと、うわ危ない、危ない危ない危ない、もう何をしてんの。すごくない、こんなゴールが結構入るってすごいよな。はいはい、ラッシュフォードからカカ、いやいい抜け出し、カカカカ決めたいよねー。でもまあカカでここちょっと寄せる、大丈夫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 、枚数を考えて、俺らの不安があるな、不安があるな。はいさあここ、いやこれいいよね、いやーちょっと伸びた、いやー悔しい、やばくないこれ、うわそれ何すごない、ちょっとやばいなー、負けるかも。ちょっと1点目なしにしてくれんかな、ちょっと取り消しないん、取り消しゴール、オッケーフォイラ、オッケーナイス、もうほんまに沼やん、もう俺の存在が沼やん。はいジョー・ゴメス、カッカー、はい、フォルラン、はい、ナイス、かわし、ここか、オッケー。なんか、冷凍上がらんときってさ、もう、病んでくるよな。ほんまに、ウイレノなんやなって思うわ、自分で。めちゃくちゃ病んでくるもん。来たー！事故か？これ。ようわからんけど。
ちょっと運びつつ、はい、角度作って、ナイス。いや、あんま嬉しくないな。こういう得点別にあんま嬉しないわ。はい、ポルラン。ナイスかわし。はい、クライフ。あ、これ開いたね。はい、ラッシュ。オーケー。なんか一瞬で点入ったな。ちょっと嬉しいな。いや、まあこんな感じで、もう先ほどと同様で、まあちょっと今回ザニオロ入れようかな。ザニオロにするわ。やっぱなんかさ、ツートップいたらなんだかんだ攻撃もできること考えたらさ、やっぱ今ってファイバック時代なんやなって、ファイバック今使っててすごい思うわ。あの守備の硬さがやっぱ段違いすぎる。オッケー。もちろんしょうもない失点はね、何歩かしてますけど、もう完全に崩されたっていうのは本当 1,2 回しかなかったと思うんで、そう考えたらえぐいわマジで。もうこの2人で取れるもんな、点も。ほら、えぐいわ。なんか5バック環境、ちょっと認めたくなかったけど、今更やけどやっぱ5バック使って、うわー、いいなー、強えなーって思う。はい、はい、はい、はい。はい。ラスト1点取りたいね。この横パスだけ警戒。で、トラップ際、潰したかったけど無理か。危な。その横パス、危ないぞ。ほら。ほら、あ、なに？あざす。はい。こっちでリフト。はい、カカン。一個飛ばして、ここのパス後。いや、金もう一回。で、もう一回金。で、もう一回ハーランド。もうこれでいけるもんな、やっぱ。ツートップいたらいいんか。っていうことがよくわかりましたね。はい、もうウイレは、まあ、今の環境というかもう、今は、ファイブバックが正義です。とりあえず、ファイブバック使っとけば、レートも安定して上がるのではないでしょうか。ちょっと僕もね、守備が沼った時は、ファイブバック使っていこうかなと、これからは思います。それでは今回、ここで動画の方終わっていきたいと思います。この動画が良ければ、ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。